お疲れ様でございます。あと3週間足らずでですね、スマッシュ21なんですけれども、先日全カードを発表いたしまして、でこの中で一択対白井美緒選手の試合があるんですが、ちょっとこれに対して要望があるということでですね、今日白井選手が来ております。ね、おかしいと思うんだけど前の記者会見、はい、奈良の北拓結婚届婚姻届意味わかんない、私結婚する気ないし意味わかんない、美桜は照れ隠しであることを言ってる、だからそれがキモいんだよ、妄想なんだよ、お前もそれになんか煽るようにツイッターやりまくりやがってよ、マジないよ、お前の団体変なのしかいないな、お前も含めてだけどな、まあ、いい、変なのばっかりだよマジで、ありえねえよ、でさどう落とし前つけてるんだよ、いや私のせいじゃないか、お前も煽ってんだろ、煽ってんじゃねえかよ、なんか本心に見えるとかどのこの言いやがってさ、まあいいや、で普通にさ試合やっただけじゃ、はい、絶対あいつ何結局またお前に言ってる愛情の裏返しで家でラブラブなんですって帰りましたみたいな感じで絶対言うじゃん、なんでニヤニヤしてんだよお前は、そういうこと絶対やってくるからもうやられたくないので、もうなんていうのあれがやりたい、私息の根を止めたい、はあ、というわけで狂気使用 OK を要望する、狂気使用 OK、 うん、じゃあなんか狂気ない、狂気出して、あその辺の芋顔、芋顔、ねえねえ狂気ちょうだい、あんじゃん準備いいね、あそれ前ハードフォアで使ってるんですね、あんじゃん、こうこっちの方がなんか殺傷能力が高そう、いい感じだ、もうこれで何完全決着ノールールマッチでお願いします、いや何ダメ、もうこれさもうこれだけやってあいつの息のね止めといた方がさやっぱ世の中の女性のためだと思うから、そんなの、ね、女の子が持ったらはしたないよ、うん、バットってなんでだよ、バット持っちゃいけないのかよ、女の子は野球やっちゃいけないみたいに言うなよ、何無視接線がついてるからさ、大丈夫だよ大丈夫大丈夫、ちょっと痛い、ちょっと痛いのガーンって当てるくらいだけで、どうしてもこれでやりたい、うんやりたい、これがいい、これだってしないよりはなんか本当痛そうじゃん、ダメって言ったら、ダメって言ったらお前もかっ飛ばす的な感じ、じゃあ OK ですね、ありがとうございます、だねね、というわけでこれで紀藤拓也ボコボコにします、なんか質問ありますか、今まで試合で有刺鉄線バットを使ったことがありますか、なんかデジャブなんですけど、ないです、ありません、むしろノールールマッチもない、競技も椅子くらいしか使ったことはない、こういうふうに公認競技はないです、で有刺鉄線バットを使うの初めてです、それはちょっと面白いね、はい、やったことがないっていうんだら初めてってなれば、ちょっと商売系出したけど、うん、うん、初めてです、初挑戦をやらせていただきます、重っ、もともとそういうデスマッチ的なものには興味っていうのは ありますね、蛍光灯ガッシャーンとかやるシーンとか見ててうわやりてーって思うけど、やられるのは嫌なんでやらないですけど、一応その辺は女の子なんで体に傷つけるのは嫌だけど相手に傷つけるのは楽しいなと思ってます、うわ地震起きてるよ、わこのタイミングで地震かよ、うわ恐ろしいなこれ、いや地球まで言ってるよ、地球まで言ってるよじゃあまあ狂気使用 OK ノールールマッチみたいな名目で、えいえじゃあやってください、あ準備しといてね、はい、あそういえば狂気ってこれだけ、まあ何でも持ち込み OK じゃないかな、そういう時は、うん、まあ、けど会場の中ってまだ狂気だらけというか狂気だらけだから何でも使っていいんだな、うんそうだよね、うん、じゃあいろいろやらせていただきますわ、まあ、とりあえずこの団体キモいのお前の含めて多いからちょっと減らした方がいいと思うよ、これを機会に一人減らすけどさ、じゃあね、これも含めてキモいんだよ、皆さん、いよいよベルノ様がなぜこのトーナメントに
参加するのか、そのことを話す時がやってきました。2011年10月このスマッシュのベルトを手にした一人の王が誕生します。しかし同時にそのベルトを狙う悪の大王が出現し、この世界は闇の混沌の中へと誘われることになるでしょう。このことを阻止すべく、ベルノ様がこのウアウハこの力で世界に平和をもたらす、この力でこのスマッシュをお救いになります。そのためにはベルノ様がベルトを巻く必要があるのです。だからベルノ様はこのスマッシュのベルトをめぐる争いに参加してきたのです。皆さんお分かりいただけましたでしょうか。もう一度言います。なぜ、まあ、座って座って座って、つまりベネノがこのトーナメントに参加してベルトを欲しがっている理由は、はい、10月に、1人の王が誕生する、まあそれはチャンピオンが誰か決定するとかね、うん、でそのベルトを狙ってより強大な悪の王様が現れる。そうするとこのスマッシュは、混沌とした秩序のない闇の世界に覆われる、うん、それを阻止すべくベネノが平和を維持するべくこの力で、そのベルトを自分のものにしてその秩序を守ろうと、そのために参加してきたということなんですか。そう、何か質問ありますか。ベネの選手がチャンピオンになればそれは防げるということになるんですか。悪の大王に立ち向かえるのはベノヌさんもしかいます。ベノヌ様がこの世界を救ってくださいます。その大王様っていうのはベネの様よりも強いっていうか、そっちの大王様の方が強い存在みたいな感じなんだ。やってたああ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 以上だよ。ベネの神だろ、ベネの一番だろ。なんでそんなにベネの様にベノ様は私の命を二度お救いになってくださったんです。ベノ様神でしょ。だからみんなの幸せはベノ様が作ってんです。あなたの家族もあなたの子供もあなたの親戚もあなたの友達もベノ様がこの世に幸せを導いてくださるからなんです。じゃあそのためにもベネノ様はスターバックに今度絶対に勝とうとしなくてはいけない。いけない。この世界のため、このスマッシュのため、あなたの家族のため、全ての世界の平和のため、ベネノ様は勝つことでしょう。スターバックに